ドイッチュラントは、ペーターデイルマン社の所有する客船。ドイッチュラントは1998年に浸水した。乗客定員は520人、乗務員は260人で、総トン数22,400トン。内装には、アールデコが用いられた。また、デッキ数は10であった。ドイッチュラントは、たびたびテレビ番組に出演している。2000年7月25日。 ベーター・デイルマン社が計画した南米への11日間のツアーでは、コンコルド1機をチャーターし、ニューヨーク・ジョン・カイケネディ国際空港を経由して当時、アメリカに停泊中のドイッチュラントに移動させるつもりで、あるが、該当コンコルドが墜落したため、ドイッチュラントへの搭乗を予定した、乗客全員が犠牲となった。MS ドイッチュランド、デイルマン・クルーズス。 2007年10月29日、閲覧。コンコルド墜落事故。CBS ニュース、2007年11月5日閲覧。コンコルド墜落。ザ・カナディアン・エンサイクロペディア・フロム・マクリーン、S マガジン、2007年11月5日閲覧。ありがとうございます。